そうかそうか、ポルナレフ。階段を降りたな。このディオの仲間になりたいというわけだな。なんだ俺は階段を一歩確かに。どうした、動揺しているぞポルナレフ。動揺する、それは恐怖しているということではないのかね。それとも登らなくてはならないと心では思ってはいるが、あまりに恐ろしいので無意識のうちに逆に体は降りていたといったところかな。バカな、俺は今確かに階段を登った。何をしたんだスタンド。まさかディオのスタンド、ザ・ワールド。一体これは。最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし首の傷が馴染んでくるにつれ、2秒3秒と長く止められるようになった。今では5秒は止めていられる。時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいが、とにかく5秒ほどだ。いずれは1分、10分、1時間と思いのまま止められるようになってやろう。楽しみだ。だんだん長く時間を止めるのはな。おっとジョセフ、波紋で全身ガードしているんだったな。100年前は血と手を焼いた波紋だが、ザ・ワールドの前では全く無力のものよ。ジョナサンの孫ジョセフ、これで貴様は死んだ。1秒前、ゼロ。スタンドのパワーとスピードを試そうと部下に散弾銃を撃たせ、弾丸をつまみ取ろうとした瞬間、一瞬何もかも静止したように見えることに始まった。最初は幻覚だと思った。訓練されたボクサーや事故に遭った瞬間の人間には一瞬が何秒にも何分にも感じられるというあれだと思った。だがザ・ワールドはその静止している空間を弾丸を回り込んで体全体で動くことができた。そして弾丸をつまんだ。幻覚ではない。ディオ様、あなたは必ず時を支配できる。もっともっと静止した時の中を動けると思いなしゃで、空気を吸って吐くことのように、 HB の鉛筆を指でベギッとへし折ることと同じようにできて当然と思うことですじゃ。大切なのは認識することですじゃ。できて当然と思う精神力なんですぞ。あなた様はこの世の帝王、時を支配して当然ですじゃ。そしてある日、時の歯車ががっしりとザワールドと噛み合ったのを実感した。暗闇に光が差し込むような、実に晴れ晴れとした気分だった。このディオは全ての生物や全てのスタンド使いをぶっちぎりで超越したのだ。そして今では5秒とだんだん長く時を止めていられる。ジョータロー、貴様のパワーがどの程度のものかとくと拝見してやろう。ザ・ワールド、止まれい時よ。5秒前。時が動き出した時、いくらお前のスタープラチナでも、そのナイフの数、果たして全部の本数を弾き飛ばせるかな。4秒前。見えてしまっていることが逆に恐怖だな、ジョータロー。あと3秒。
残りあと2秒それだけか動けるのはやはり動けるのは一瞬だけということが証明されたな残り1秒ゼロたな、ダメ押しにもう一本。正直言って、お前を早めに倒せてホッとしているぞ、丈太郎。まさか、我が止まった時の中に入ってくるとは思わなかったぞ。思うに、自動車という機械は便利なものだが、誰も彼も乗るから道路が混雑してしまう。止まった時の中は一人、このディオだけだ。しかし丈太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りよ。このディオにはそれはない。あるのはシンプルな、たった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。過程や方法などどうでもよいのだ。そうだ、この血の目つぶしは勝った、死ねえ。おる、距離ではお前の風圧の方が上だ。掴め、逃がすんじゃねえぞ。なんでだ、カタツムリには触ってねえのに。プッチ、てめえ今何をした、何をしやがった。サブリミナル、ポスターに紛れ込ませた一見しただけではわからない文字、あるいは映画フィルムに挟み込んだ一コマの写真、それらは見たことを認識できないが、間違いなく人間の深い意識に刻み込まれる。それが心理学でいうサブリミナル、潜在意識効果だ。本能レベルの物事は直接目撃させられるよりも心の奥へ入り込み、巨大な効果となって人間の行動を支配する。ウェザーリポートが放つ虹は今天候レベルのサブリミナル効果となって街中の人間の心の中に入り込んできている。カタツムリの映像が混じっているのか、原始の本能を刺激するからなのか、虹を見た誰もが自分がカタツムリになると思い込む。そして強い思い込みは肉体さえ変化させる。なんだ、今何を説明した。これが答えだ。ウェザーリポートの封印していた能力だ。かつて私の生まれ故郷で同じことが起きた時、盲目の老婆が影響されないのを見て、私はこの現象の答えを理解した。盲目、まさか。ウェザー、目が見えなくてもお前の位置なら感覚でわかる。今この目の視覚を抜き取っているとしてもな、言っておくが今さら目を閉じても無駄だぞ。話す、一度植え付けられたサブリミナル効果から逃れることはできない。ウェザーが死ぬまでこの現象は絶対に止むことはないのだ。もう一本もらっとくぞ。もう決して立つな。ダイバーだ。安っぽい感情で動いてるんじゃない。一
人は天国に行かなくてはならない。私が目指しているものは全ての人々をそこへ導ける。お前らはそれを邪魔しているんだ。少しばかりの人間が犠牲になったからといって、ドミニクオ・バディス、お前はタッケーだ。どうしたんだ、みんな。エルメス、何やってるの。この自動ドア、早い。うわ、なんだこりゃ。すげえスピードで開閉するぞ。乾いている。ずぶ濡れだったのか。なんなんだ一回。危ないぞエルメス。イブニングニュースの時間です。ケープカナベラル修道405号線の惨事の続報です。あ、いや、失礼しました。コマーシャルの時間でした。え、あれ、もう過ぎちゃった？